方だったので、うん、てっきり私奥さんも、あ、今日奥さんも一緒なんですねって言って、あ、それ、あ、違いますって仕事の方だったんで、いや、それは会社の方でしょうよ、このまま借りてお詫びしたいと思います。なんかいい空気ができてるかななんて勝手に思っちゃったっけ、勝手に思っちゃったんですね、うん、本当に大きなせいでした。なるほど。でも、私はまたね、何か進んだりしたらぜひお話を伺いたいと思います。ぜひお待ちしております。ねえ、うん、もう気になる方もたくさんいらっしゃいました。ツイッターの方にもね。